はい。本当にやらなきゃいけないんですか？彼女は私の。いえ。そうですね。私情を挟むのはよくありませんよね。わかってます。もちろん、逃げ出すなんてことはありませんよ。今さら、逃げたりなんてしませんから。だから、妹だけは。はい。はい。では。どうやって殺したら。あいつの苦しそうな顔を見なくて済むかな。足音を消して路地を歩いた。足音を立てるなと、周りの大人たちによく怒られていたから。これは癖だ。なのに。今は誰かに気づいてほしい気持ちでいっぱいだった。俺は今から、大切な人を殺しに行こうとしてる。仕事のため、家族のためなんだ。まだ小さい妹が、あいつらと一緒に待機してる。俺が下手なことをすれば、妹の命はないだろう。いつから、こんなことになってしまったのだろうか。昔はもっと毎日が楽しかった。あいつと過ごした日々は、かけがえのないものだったのに、俺は。よう。突然悪いな。ここじゃ話できないから。上がってもいいか。夜中にチャイムを押すなんて、迷惑だったよな。悪い。いや、ちょっと用事があってな。久しぶり？そうか？そういや、そうだったか。ここ最近は会ってなかったもんな。ああ、お互い忙しくて。俺が連絡してなかったか。そうか。ああ、最近忙しくてな。時間の感覚がちょっとわかんなくなってて。まさかもう一年も経ってるとは思わなかった。それにしても、この家は相変わらずだな。物の位置とか、ソファーの位置とか、何も変わってない。懐かしい。ほら、お前もこっち座れよ。座んなきゃ話できないだろう。本当に懐かしいな。ちっちゃい頃よくこうやって、ここのソファーに座って、一緒にゲームやったよな。覚えてるか？そう。懐かしいよな。本当に。学校帰りは毎日ここに来た。ああ。あの頃は楽しかった。楽しくて仕方なかった。ああ。
実は相談があってな。今、あんまし仕事がうまくいってないんだ。話聞いてもらってもいいか？優しいな。じゃあ、お言葉に甘えて、頼みがある。何でもいいよか。まあそんな難しいことじゃないよ。一瞬で終わる。俺たち家族のために死んでくれ。冗談じゃないんだよ。冗談じゃない。ごめんな。信じられないよな。幼馴染がこんなことするなんて。でも本当なんだ。今起きてることが事実なんだ。子供の頃と違ってさ、大人になって仕事をするようになったろう。あの頃みたいにはいかないんだ。遊んでばかりじゃいられなくなった。首が回んなくなって、取り返しのつかないところまで来ちまったんだ。もう進むしかないんだよ。動くな！頼むから。動かないでくれ。どうやって終わらせようか考えてたんだ。はじめは、お前の苦しむ顔を見ないように終わらせようと思った。でも、そりゃ逃げだよな。責任も罪も。全部背負って俺は生きていくよ。このナイフ、ちゃんと研いできてるから安心してくれ。一瞬で終わらせる。痛みも感じないくらい。おい。お前なんで抵抗しねえんだ。やめてくれよ。そんな目で俺を見るのはやめてくれ。ごめんな。愛していたよ。いつかあの世に行ったら、またゲームでもしような。さよなら。ごめんな。俺嘘ついた。あの世で一緒になれるわけねえよな。お前は天国で、俺は地獄行き。きっと二度と会えない。はい。終わりました。今から戻ります。妹に代わってもらえますか？
ああ、兄ちゃんだよ。今から帰るから。お菓子？そうだな。何か買って帰るよ。どうせ甘いやつだろ。またお腹いっぱいになるまで一緒に食べような。でもご飯もちゃんと食べないと。野菜取らなきゃ大きくなれないから。泣いてるの？そんなわけないだろう。兄ちゃんは泣かない。ちょっと電波が悪いだけだ。帰ってからまた話すよ。じゃな。いつもより大きく足音を立てて歩いた。自分の人生を否定したくて。大きく足音を立てて歩いて帰路に立つ。まだ服にはうっすらと彼女の返り血がこびりついていた。